はい、こんにちは、Q さんです。いつもありがとうございます。今日はですね、極めて本質的な話をね、したいと思っています。僕のこのチャンネルは、スピリチュアルがテーマですよね。まあ、もしくは、願望実現とか、自己啓発とか、 精神世界、えー、いわゆるです、ね、心の問題目に見えない世界を扱う、まあ、それが僕の主なるテーマなんですよねじゃあここでですね、改めて問い直したいんですよスピリチュアルってそもそも何ぞやってことですね、はい、今までもです、ね、こういう話はしてきたと思うんですけどもえ今日はですね、きちんと定義をしたいなと思ってますスピリチュアルとは何ぞやって話なんですけども僕はここでですね、2通りの定義ができると思うんですねで1つ目が、はい、スピリチュアルとはエンタメであるスピリチュアルとはエンターテイメントであるということですね まあよくね、目に見えない世界、えーまあ、科学ではないようなですね、まあ、オカルトとかニューエイジの世界ですね、はい、あの非常にですね、アメリカのなんかある本を読んだんですよね、えー、ロバート・ジェンアレンかな、<laughs> あたりがですね、書いてる本昔読んでたんですけども、そしたらのスピリチュアル、精神世界のね、ジャンルは非常に儲かるんだと、まあ、エンタメ性があるんだっていうことをね、書いてたんで、あなるほどなと思って、すごくね、印象に残ったんですよね、確かにそうなんだよねって、お金取れるんですよ、すごくね。 はい、だから趣味とかまあホビーね要はそういうものだというふうに僕は一つ認識してるんですねスピリチュアルただですね厳密な意味でのスピリチュアルっていう言葉自体はそうじゃないんですよね日本ではですねまあいわゆる儲け主義にをベースにした、まあ、いろんなねテレビ番組あったじゃないですかなんとかの泉とかですね、うん、まあそういうど,どちらかといったら太った感じのおばちゃんとかねおじさんの出てきた番組あったじゃないですかはい前はですね非常に数字が取れるんですねだけどね本当はね 1995年にとある、まあ、その印象深い宗教団体がありましたよね、えー、その問題があったんで大体78年ぐらいね少しメディアも自粛したんですよねだけどやっぱり数字が取れるんでまた始めちゃったんですでも最近また倫理的な意味で、えー、自粛規制になってるんでまあ YouTube とかでですねそういう話をしてる人結構いますけれどもまあそれでもねあんまりオカルトに走るような、えー、ものだったりするとアメリカではもう既にね規制が入ってるっていう事実があるんでまああのー、ね、まあ、それはそれで 面白いんでいいんでかなと思ってますだからエンタメとしてのスピリチュアルを僕は否定してるわけじゃないんだけども実は僕が思考しているのはそれじゃないんだよって話ですですので、まあ、時々変なこと言いますけどね方便としてでもそのガチでですね、えー、前世がどうたらとか宇宙人がどうたらっていう話は、まあ、時々ねその面白がってすることもあるんだけどもでも僕はそういう立場じゃないっていうことは、まあ、僕のこのチャンネルをねきちんと見てる人はお分かりだと思いますで僕の言うスピリチュアルって何かあったらこれはまさに生き方なんですよね生き方そのものですはい じゃあもっと細かく言うとですねいろんなジャンルに分けられると思うんだけども、えー、生き方ねよりよく生きるためにはですねいろんな要素が必要なわけですよ例えば喜びが必要だったりとかですね愛が必要だったりとか、ね、ワクワクが必要だったりって結構あると思うんですけども僕はね今日ねちょっと取り上げたいのはですねもう1点に尽きるわけです何かというとよりよく生きるためにはあるものを取り除く必要があるんですそのあるものとは何かあったら、はい、これは何回も言ってきたと思うんですけども恐れですね恐れを取り除くため、はい、スピリチュアルの 意図はよりよく生きることなんですね。で、よりよく生きるためには恐れを取り除く必要があるわけです。はいまあ、恐れを愛に転嫁させるという言い方もできるかもしれないんだけども、いずれにしてもですね。恐れというものが我々のまあ、行動だったり、思考が現実化するプロセスをですね。妨げたりするわけですよ。うん、もちろんね。恐れが全くないのは問題ですよね。まあ、よく言ってるようにビルの屋上からですね。やっぱり。 見下ろすすとですねやっぱ怖いじゃないですかでもそこで怖いっていう感情がなかったらねバーン飛び揺れちゃってさそれは命関わりますよねあと今度僕南アフリカに行くんだけども、まあ、南アフリカにはですねヨハネスブルクという世界三大治安悪い都市があるわけですねでそこは僕やっぱりね怖いんですよ行くのすごく怖いんでヨハネスブルク中央駅からですね、えー、一歩出ると 100m 歩くとですね3回 え強盗に遭うというまあこれは都市伝説的な要素もあるんだけどもまあそれぐらいちょっと注意しないといけない場所ではあるわけですねでもしねそこで僕は恐怖心っていう恐れがなかったら、えー、何でも来いやみたいな感じでですねヨハネスブルク中央駅からダウンタウンにバーッと歩いていってねその変な風になるわけですよでそれ怖いんで僕はあのヨハネスブルクに着いたらサントン地区という治安のいいところにまず行って、えー、そこのホテルにチェックインしてまああれば ダウンタウンとかタウンシップ周遊ツアーに参加しようかなと思ってるわけですね。それはなぜそういうふうに思ってるかったら、必要な恐れっていう感情があるからです。はい。まあ、ちょっとね、いろいろ周りくどくお話ししちゃいましたけども。だけどね、必要な恐れは恐れとして大切なんだけれども、必要じゃない不要な恐れがね、結構あるわけですよね。うん。例えばね、会社を辞めるという選択を、まあ、取りたいんだよね。という人は結構いるわけですよ。 やっぱり会社勤めてさ朝早く起きないといけなかったり拘束時間があったり嫌な人間関係があったり、ね、その会社から得られる給料が必ずしても自分の満足になるものであるとは限らないわけですねだからもし会社を辞めたらどうなるかってったらまず収入は天井知らずですからねこれは、はい、給料という形でもらってるとどうしてもねやっぱり制限があるわけですよどんなにいい成績を上げたとしてもですね制限があるわけですねでも会社辞めたらですねもう天井知らずですからね物理的には。はい あもちろん、サラリーマンでもですね、その頑張れば、僕割れる世界ではあるんだけれども、でも、全然非じゃないわけですよ。だけども、会社辞めると、その、必要な生活費が得られなくなるかもしれないというリスクやコストがあるわけですね。それはまさに恐怖心なんですよ。はい。恐怖心なんですよね。例えば、月に20万もらってました。家賃と食費、うんぬんかんぬんで賄えるんだけども、会社辞めたらそれはごそっとなくなるわけですよ。だから我々は、極端な話、食費がなかったら、 生命に関わるわけでしょ実際ね遊ばなくても、ねえー、食べることができなかったら本当生命にかかるわけですよ、ね、家がなかったらどうしましょうかね雨ざらしのところでこの寒い冬外で寝るのもちょっと辛いわけじゃないですか風邪ひいちゃいますしで風邪こじらせたらねやっぱりこれまた命に関わっちゃうわけでしょ。だからそのの給料がなくなくるっていうのは 直接我々の命に関わってくるわけです。で、それが恐怖になるわけですね。だけど、よくよく考えてください。はい、僕は15年前に会社を辞めました。うん、怖かったかもしれない。だけども、もっと超越したですね、大きな宇宙的なところに何か意識を向けてたんですよね。だからそれは僕はいわゆるスピリチュアルにかぶれてたからっていうことがあるわけですよ。まあ、今もね、どんぐらいかぶれてるかちょっとわかりませんけども、でももう、はっきりとあんまりね、恐怖っていう恐怖はないんだろうな、実に言うと。うん ほんとないんですよね。必要なものもちろんありますよ。でも何でもね。やっぱりどうにもなるからね <laughs>。という感じなんですよ。ほんとマジどうにもなるもんな。特に僕一人だったら本当どうとでもなりますからね。うん。まあ、もちろん僕の家族とかですね。まあ、そこまでね。達観してる部分はあまりないかもしれませんけども、僕はその恐れっていうのはどんどん手放しちゃいましたんで。ま、あ大概のことはやっちゃいますよね。貪欲にうん。まあ今度アフリカ行くんだけども。 まあ確かにいろいろありますよ。治安が悪かったり、なんか黄熱病とかってあると思いますよ。でもそれはちゃんと注射打ったりですよ。そういう汚染地域に行かなければいいわけで話で、そこは適切に恐怖を使ってるわけですよ。まあ会社を辞めた時もすごくね、怖かった部分もあるんだけども、それ以上にやっぱりワクワクとか喜びとか、楽しみとか。 ななんかか絶対的な安心感の方が強かったわけですでその結果どうなったかっていうと、まあ、何回も言ってますけども,もう15年経ちましただけども一回も雇われずに、まあ、そこそこの収入を得て豊かに暮らしているっていう事実なんですね。 まあ、この間あの、量子力学の話もしましたけども、まあ、我々が思ってることっていうのが現実になるっていうのが、別に量子力学というですね、物理学の言葉を使わなくても、まあ、これは体感として分かると思います。うん、寸分たがわず思い通りになるわけですよ。ですんで、ついてるついてるついてるっていうふうに言ったとしてもですよ、どっか心の奥底でですね、いや、俺本当は運が悪いんだよなっていうふうに思ったりする人がいるわけですよね、うん。で、そのビジョンボードって書いてさ、願望を紙に。 えー、貼ったりとかさアファーメーションしたりしてでまあテクニック的にはメソッド的には本来そういう風にやれば自分の思い通りの人生が開けるという風に本には書いてあるんだけども奥底でですよ心のいやこれあんまり通用しないんじゃないかなとか俺には関係ないんじゃないかなみたいなこれはうまくいかないんじゃないかなみたいなのがですね疑問が持たれているわけですよでそしたらどうなのかだったらその疑問の部分こそが現実になるんでこのメソッドそのものがまあ 効なななかったみたみいな感じなわけですね結局引き寄せの法則は嘘だみたいな言説がまかり通ってそれを信じてですよなんか攻撃的になるっていうのは僕は非常に人生において損かなというふうに思ってるわけですだからまあいずれにしてもですね寸分たがわずこの社会現実世界っていうのは反映されてるわけなんですね。 ここが非常に重要なんですよ。思ってね、頭ではこういう願ってるんだけども、この願いの奥底、願いの裏にはですね、それを否定するような感情があるえ。そしたらその否定する感情が現実になるんです。で、その否定する感情って何かあったら、はい、その本質は恐れですよね。恐れなんです。実際の話ね。うん。えー、だから、何回もね、あの、申し上げますけれども、 願いはあるんんだよね、みんな、うん。でもその願いが叶ったらどうしようというのもこれ恐れなんですよね。でやったところでこの願いが叶わなかったらどうしようというのもまた恐れなんですよ。よくね何かを応募するってなわけですよ。例えば、えー、作品をですね鍵、まあ、作ったとしましょうね、えー。本でもいいや。本書いて企画書書きました。それを出版社に応募するわけですよ。でもも、ね、の企画書書いたんだけども 出版社がそれを受け取ってくれなかったらどうしようという恐れがあるわけでしょあ、あと好きな女の子ができました。はい。女の子に告白したいんだけれども、断られたらどうしようという恐れがあるわけでしょ うん、でその恐れが自分たちの行動を制限してるわけですよでももし恐れがなかったら企画書書きました本書きました出版社もバンと持ってきました断れるかどうかをやってみないとわからないはい告白もそうです実際に言ってみなければわからないわけですねでそれでもし断られたら断られたでその時にまた新しい方法,法を考えればいい新しい人生に向き合えばいいわけですよ何でもそうなんですねでも断られたらどうしようとかうまくいかなかったらどうしよう失敗したらどうしようという恐れで 我々は制限をしているわけなんですね。だから、はい、もう一回言いますけども。我々がの人生や自分のらしい人生を妨げている現況は恐れなんです。で、恐れを取り除くために、僕はスピリチュアル的な考え方があるんじゃないかなと思ってます。で、えー、結論から言うとですね、恐れっていうのは全て幻想であるっていうことの話。はい、恐れは全て幻想であるということですね。だって怒ってないんだもんね。怒ってないことに対して自分で勝手に妄想して、で、制限かけてるわけでしょ。さっき言ったように、女の子が、 好きな女の子ができました。告白します。はいし。したいと思っています。でもその時点では断られてないんですよ。はい、でも断れるんじゃないかなっていう。ふうに恐れてるわけでしょ。その結果。 本当に告白していたら、ね、イエスもらえるかもしんない。で、最初の王かもしんないんだけども、えその、ノーを受けたことによって、自分がよし、もっとね、かっこいい男になろうとかですねえ、もっと頼もしい奴になろうと努力した結果、ね、女の子が振り向いてくれることだってあるかもしんない。で、昔僕も、えー、本をね、出版したと思って、2007年に、まあ、そういうね、あの、アドバイスしてくれる方がいらっしゃいましたんで、企画書を書いてみました。で、いろいろ送りました。えー、そしたら、ね、企画書を、 戻ってきました、はい、である一人の編集者さんからはですねあ話聞いてみたいって言って呼ばれたんだけども,もう僕は箸でも棒にもかからないことが分かっちゃってですねいろいろとケチョンケチョンに言われたっていうあの同文館っていうね例えば出版社なんですよねまあ非常にありがたいあのアドバイスを頂い,いたんですけどもでもそうやってねまあアクションして試行錯誤して。 ね、その何回もトライアンドレアしてですよ、まあ、本出てるわけですよだから一回失敗したところで再チャンスは何回もあるわけですだから僕それ分かってるんで、ね、恐れっていうのは基本的にないわけですそれよりもえ意味のない恐れっていうものをずっと持ち続けて前に進めないのはとってももったいないなと思ってる、うん、というわけではいスピリチュアルの僕の思う え、スピリチュアルの目的、ね、役割は、恐れを手放す、もしくは恐れを和らげる、ね、恐れを客観的に見て、それを乗り越えることじゃないかなと思ってます。えー、というわけで今日はですね、非常に珍しいことをね、今からしてみたいと思うんです。それ何かというと、何の文脈もなくいきなり登場するのはこれなんですよね。はい。ね、これ。ティンシャーっていうやつですね。これね、あの、スピリチュアル YouTuber さんよくやってますよね。<laughs> なんかね、これ実は俺も持ってんだよね。今まで、ここずっと、こ,こ置いてたけどね。<laughs> もっとはないんですよねで結構あの年季入ってるの,のなんで年季入ってるかって言ったら、えー、これ結構歴史的なものなんですよねどこで買ったかというとインドのラダック地方チベット地方で買ったわけですつまりですね今中国にあるチベットはですねあの文化大革命以降というか、まあ、中国という体制時代がですねあのいろんな宗教を <laughs> あの、ね、認めない方向にありますだから中国の、まあ、ラサをね首都とするチベットは結構経営が化してるんだけどもでもインドのラダック地方にはですね えー、小チベットというふうに言われることがあるんだけどもあの本当にねあの伝統的なチベットが残ってるわけですよで僕そこ6回ぐらい行ってるんだよねでそこで買ったやつですティーン社ねいやこれね今ちょっと鳴らしちゃったけどさこれ分かるかどうか分かりませんけども微妙に周波数違うんですよっていうか微妙に大きさも違うんですよねでこれ全く同じ大きさだったら意味ないんですよねちょっとねあの周波数変えてるんですよねそしたらどうなったかたったうねりが出るんですそのうね,うねりがですね 我々のなんか心を癒すっていうこといで,すでこれ何を知るかというと、はい、これでですね僕は恐れを手放すことができるわけですある種の恐れっていうものを自分の中で認めるわけですねでそれでねこれをね4回流すんですよそれ恐れが消えちゃうんですでこれもちょっとねエンタメっぽいんだけども僕なりに、えー、できるアプローチ恐れを手放すためのアプローチの一つと思って今日はちょっと肥料してみたいなと思っています、はい、僕はもともとねあの密教徒ですからね こういうことに非常に親和性があるわけです。じゃあ、信言を唱えましょうか、信言ね。はい、光明信言という信言を唱えるからですね、えー、これをやりたいと思いますんで、えー、宇宙の根源ですね、太陽、えー、そのものにですね、つながる御信、あのー、言があるので、それを珍しく唱えてから、恐れをですね、パツて放したいと思っています。じゃあ、いきますね。 웅가보기어베이러샤노 마카보타라 마니 한도바 진바라 하라바리타양. 웅가보기어베이러샤노 마카보타라 마니 한도바 진바라 하라바리타양. 웅가보기어베이러샤노 마카보타라 마니 한도바 진바라 하라바리타양. ありがとうございましたあんまりやってないんでねあの綺麗な均等の音が鳴らなかったかもしれないんだけどもまたちょっとやってみたいと思いますねうんなんとなく心がすっきりしたらあの少し前進したのかもしれないはいまあ滅多に僕はあのトークばっかりやってるんでねこの手のやつあんまり言うないけども面白いんでまたやりたいと思いますどうもありがとうございました